レオン、しぶとく頑張ってるわね。さてと、休んでる場合じゃないわ。完璧。エイダー、また来たの？痛い目に遭うのがそんなに楽しい？ピーと一緒にしないで。本物のエイダはあなたに従うの。まあ、その点はコピーも一緒だけど。こんなとこ、私一人で十分よ。あなたはそこで見てて。私が保ってきた安定を壊した。なぜ私に力はない。ああ、なんと美しい。私の最高傑作だ。私のそばにいてくれ。さあ、来い。なぜ分かってくれないんだ、私の愛を。私を見てくれ。もっともっと私を見ろ。その目が私を惑わせるのだ。私の前でひざまずいた忠誠を誓え。お前が私に逆らうというなら別のお前を作るまでだ。さあ戻っておいで、私の可愛いエイダ。
ない。その女から離れろ。エイダ、こっちへおいで。これから永遠に一緒だよ。そうはさせるか。目を覚ませ。俺の知ってるエイダはこんなとこでくたばる女じゃない。そうだね。変わってないわね。やっとお目覚めか。気がついてると思うけど、シモンズってしつこい男だ。俺は君が心得てるよ。それは結構。ではなくて、それ知ったよ。
お断りだ。思い通りにはさせないわよ。なんだエイダ。これで借りは返したわよ。さよなら、シモンズ。かわいい人ね。私がサナギなんかから生まれるわけがないのに騙されちゃって。エイダ！へえ、ここがカーラの研究室？また失敗。別の実験台をよこして。何のためにここに実験施設を作ったと思うの？一歩外に出れば実験台なんていくらでもいるでしょ。シモンズには忙しいと言って、あと少しで問題が解決するの。私の命令が聞けないの？私を実験台に選んだのはあなたでしょ。あれはシモンズだ。私は命令されて仕方なく。やめてくれ。今さらそんな言い訳が通じると思ってるの？ついにできた。これが私の最高傑作よ。同情する必要はなさそうね。これで全て終わりよ。ああ、仕事？いいわよ、ちょうど休暇が終わったとこだから。
約束のものを出しな。あ、十分だ。